ドクターナバの研究所。どうもです。ナバドス。今日はですね、ちょっと危険な検証をしていきますぞ。先日、私のツイッターにこんなメッセージが届きました。ウィザーがネザースター以外のアイテムを落とす。マジっすか？ウィザーがドロップするのは、ネザースターだけじゃないのですか？しかも、そのドロップアイテムは、都市伝説で紹介したもの。マジですかー？これは確認したい。しかし、あの青い頭を跳ね返して倒すとかって、難易度高くないですかね？あはは。はい。今回は、ウィザーをサバイバルで倒さないといけません。そのために、この建造物を作っておきました。名付けて、汎用型小型戦闘要塞、通称、ベッドロック U2 型。よし。準備は整いました。サバイバルにしますぞ。おっと。頭を乗せる前に、私も頭を守らないと。ふっふっふ。今回は全身ネザライトでいきます。おうし、いでよ、ウィザーよー。おお。おやー、跳ね返してやるー。あ、難しい。よし。いっけー。お。この調子ですな。おや。なんと、ウィザー目、ちゃんと避けるのですな。くっそー。ああ。結構難易度高いですぞ。いけー。もう？それにしても、ネザライト装備強すぎませんかね。全然ダメージ食らいませんな。え？なにこれ？こんなに難しいだなんて。くっそー。そうだ。忘れてた。ベッドロック U2 型で戦おう。よしよし。ウィザー目、見てなさいよ。ああ、難しい。ずっと頭跳ね返しで攻撃しなくてもいいじゃない。それに気がついた私、弓矢で攻撃をして、ここまで減らせました。あれ？お。最後の一撃、それが青い頭ならいいのですよね。ふっふっふ。よしよしよし。あと少し。あと一撃かもですぞ。行きますぞー。くっそー。今度こそ。おお、やった。倒しましたぞ。さてー、何が出るのか。どんな都市伝説アイテムが出るのか。あれって。そうか、なるほど。青い頭で倒されたウィザーは、ネザースターをドロップして、これ、
そうです。ウィザーローズもドロップする。なるほど。確かに言われてみればそうですよね。でも、なんで自分の頭でウィザーローズを出しちゃうのか。ふふ。ちょっとお茶目なウィザーですな。ふふ。はいはいどうもー。ナバドス。今日はですねー、ちょこっとだけ検証。前から気になっていたやつ、それをやりたいと思います。はい。ウィザーさんは岩盤下に行くとどうなるのか、気になりますねー。もう準備は整っています。うん。早速検証。おーおー。いいですぞー。下に行きましたな。それでは、見守っていきましょう。どうしたの？ウィザーさん。ウィザーダンス。そんなに嬉しいんですか？ダメージ食らうほど嬉しいのですか？うん。ここでは暴れまくって大丈夫ですからね。おーおー。どうしたの？おい。ウィザーさん。大丈夫ですか？疲れちゃったのですか？おい。まさか、ここが辛いのですか？ウィザーさんなのに。やばい、怒ってる。まあ、あれですよ、落ち着いて。ねえ？はい、ウィザーさんを怒らせてしまったようですな。もう一回読んでみましょう。今度は怒らないでねえ。こんにちは。ほら、今度は岩盤ありますからねー。ゆっくりとステイホームしてくださいな。おーおー。ホームじゃないって、うん。今日からここがあなたのホームです。ほら、明かりも置いておきますからねー。楽しんでますか？あらら、急にゆっくりしてって言ったから、戸惑ってますな。ふふ。何にもやることがないのですか、ホームなのに。あ、岩盤に自分の顔があるから、戸惑っているんですかね。なかなかお茶目ですなぁ。うんうん。はい、ウィザーさんを岩盤下にお招きすると、怒られます。でもねぇ、岩盤に囲われた地下だと、戸惑うみたいですな。あ、サバイバルだとあれですよ、怒られますからね。まったく。お茶目ですねー。ふふ。そうですなー。うん。粉雪を使っての検証、まだやり足りない。そんなー、ナバドス。はいどうもー。粉雪を使ってもう少し遊んでみたいと思います。はい、これ、革のブーツ。コメント欄でリクエストがあったんですよねー。これを履かせたら、震えなくなるのか、早速やってみましょう。おーおー、今ね。ゾンビ盾に履かせたんです。ほら、全然震えてない？うん。革のブーツは、防具盾にも有効なのですな。うん。こっちも履かせてみましょう。おーおー、すごい。ブーツがあると、寒くないんですな。うん。ブーツは防具盾にも有効なのですな。ほらね。うんうん。これは面白いですな。ちゃんと運動確認しているみたいですねー。ふっふっふ。ほら、ふっふっふ。ブーツ最強ですなー。うんうん。あ、スケルトン盾には、ブーツは上げてません。だから一人だけ震えていますな。はい、ついでにいろいろなモブも、粉雪に入れてみました。みんなあれですなー、寒そうですなー。あ、ウィッチさんだけポーション飲んでるー。ずるいですね。明らかな反則行為ですな。みんなは震えて頑張ってるのにねー。ウィッチさんだけ回復してます。これはずるい。おお、バンバンやられていきますな。ウィッチめ、ずるいですぞ。
ポーションやめなさいよ。インチキ魔女め。後ろのゾンビくんを見習いなさい。あ、お手本が消えた。くっそー。まあいいです。寒くて震えてはいますもんな。そうだ。個人的に気になってるのがありまして。これです。そう、みんな大好き、シューカーさんです。おーおー、内部は動いてない。そして、逃げようともしませんな。なんでなのでしょう。テレポートすればいいのにねー。まさか、粉雪の中だと自由が利かないのですかね。ほらー、早く逃げなさいよ。ほら、危険ですぞ。なぜ逃げないのか、謎ですなぁ。ほら、逃げちゃいなさいって。あー。はい、こんな結果になりました。そして、もう一つ試したいことが出てきました。はい、ウィザーさんを召喚したら、すぐさま粉雪を上からかぶせる。よし、早く、粉雪を早く、急げー。早く出口を埋めないと。あー、そうだったー。最初に爆発するんだったー。くっそー。ほら、落ち着きなさい。急げー。すぐさま埋めるんですー。早くー。粉雪粉雪の中にウィザーさんが、これこれ、これが気になっていたんです。粉雪の中で、ウィザーさんは震えるのか、これが見たかったー。あれ？全然震えていませんな。むしろ、元気になった感じですかね。おお、はしゃいじゃってねー。ふっふっふ。まったく震えないし、ダメージも食らっていませんな。あれ？お、いたいた。うん、全然元気ですな。ちょっと残念ですが、さすがウィザーさんって感じかもですな。これはこれでいい、ボスって感じですもんな。しかし結構自由に動けてますな。軽快なダンスですねー。なんか楽しそうですね。私なんて震えてるのにねー。あー、脱走したー。さすがウィザーさん。やりますな。はい、結果、ウィザーさんは強い子でした。寒さにも負けず、強かったです。あ、これこれ、これも検証しておかないと。革のブーツを履かせた防具盾は、沈まないのか。普通の防具盾は、がっつり沈みます。はい、革のブーツを履いた防具盾は、おーおー、沈まない？普通に立ってますな。うん、すごい。ブーツを履かせたら、うんうん、沈みません。なるほど。そうだ。他のブーツではどうでしょうな。エンドラちゃんには、最強のブーツを履いてもらっています。よし。ああ、沈んじゃった。やっぱり革のブーツじゃないと、ダメなのですな。ほんと、プレイヤーと同じですな。だから防具盾は気になるアイテムなんですよねー。謎が多い防具盾、まだまだ秘密はありそうですな。はいどうもー、水中からのー、ナバドス。あ、この水中用調査スーツ、ただいまツイッターにて配布中ですー。興味ある方は私のツイッターへどうぞ。今日はですねー、最近気になっていた、水中でのモブ召喚を検証してみます。ゴーレムさんやウィザーさん、彼らを水中で召喚できるのか。ふっふっふ。うん、気になりますな。バシッとやっていきましょう。はい、あとは頭を乗せるだけです。さあ、彼らは生まれることができるのか。まずはゴーレムさん。ダメなんですな。うん、
スノーゴーレムさんは、おーおーおー、あー、ごめんなさい。よし、ウィザーさん。頑張ってー。そうなのね。やはり水というものが邪魔しているのですな。でもねー、せっかくだから、誕生はさせましょう。この中で彼らを誕生させてあげましょうね。生まれたら海に出してあげます。あ、間違った。はい、こんにちは。さあ、海へどうぞ。ほらこっちですぞ。そうそう。あれ？嫌なのですか？鉄だからですか？大丈夫ですってー。ねえ？ほらさっさ、海へ行きましょう。この後、ここは、ウィザーさんが生まれるんですからー。ほらどいてー。よし。次はウィザーさんですな。彼が生まれたら、周りを壊して、すぐにお水につけてあげましょう。ふっふっふ、どんなリアクションをしますかね。楽しみー。おーおーおー、来た来たー。あ、周りを壊さないと。ほら、お水ですぞー。ウィザーさん、水中なんて関係ないみたいですな。おお、瞬間移動。めちゃくちゃ素早く上に行っちゃいました。やはり水中は嫌いなのですかね。なんか困惑しているようにも見えますな。あー、なんか喧嘩しだしたー。どうしましょう。ゴーレムさんがイライラしてますな。今回の検証、ゴーレムさんとウィザーさんは、周りにお水があると作れない。こんにちは。ナバドス。先日の動画でお伝えしたように、ゾグリンさんは防具盾を攻撃するという、機構を行うのです。それはまさに、防具盾に AI が組み込まれていると、ゾグリンさんがわかっているかのようです。そしてコメント欄ではこのような意見が出ておりました。試してみよう。はい、ということで、防具盾に立てつくのは、ゾグリンさんだけなのか実験。この堅物実験施設、名付けて、実験施設、焼き鳥。岩盤で囲んでありますが、自然光を取り込める仕様となっております。はいはい。いつも通り防具盾が好きなゾグリンさん。絵画や額縁には目もくれません。ね。かわいいもんです。ふふ。でもねえ。ここにねえ。はい。ほらほら。そういうことなんです。ちなみに、看板を置いても。はい、全く興味なしです。これでゾグリンさんは、防具盾だけに敵意を出すのがわかりました。はい。となると、ウィザーはどうなのでしょうか。目に映るものすべてを破壊するバーサーカー。彼は防具盾を攻撃するのでしょうか。今まで考えたこともなかったので、気になりますなぁ。ふっふっふ。さあ、蘇るがよい。破壊神、ウィザーよ。あー、ゾグリンさんが一瞬でやられちゃった。さすがウィザー。強い。よし、これを見ろ。おーおー、虫。ならばー。これも虫。
こっちは。うん、虫。どうやらあれですな。ウィザーは防具盾の本性を見抜けないようですな。ならば、この方はどうでしょうか。人造バーサーカーのジョニー・ケイター。自分たちの仲間とガスト以外を破壊する斧引きおじさん。うん。防具盾には無関心ですな。やはり防具盾に敵意を示すのは、ドブリンさんだけなのでしょう。ブタさんは鼻がいいとつきます。ドブリンさんはブタさんの亜種。異様に鼻が発達したために、防具盾の本質を嗅ぎ分けたのかもですな。あ、ちなみに、見ての通りトロッコにも反応はしません。ドブリンさん、まだまだ謎が多そうですな。こんな場所で、召喚できますかねー。はい、どうも、ナバドス。今日はねー、座標参戦マンで、ウィザーさんの召喚ができるのか、検証してみたいと思います。あとは頭を一つ置くだけ、サクッと検証しましょうねー。くっそー。よし。あれ？もう？よし。ウィザーさん出てきませんな。苦労して作ったのにねー。やっぱりこの座標だとダメなんですかね。くっそー。もう少し小さい座標なら、いけるかもですな。よし。1500にしてみましょう。うん。おし。今ちらっとなんか見えましたな。変な文章が見えましたぞ。何にも作れないじゃん。嘘でしょ。うん、嘘でしたな。やっぱりここも動きにくい。サクッと検証したいのに。よし。あとは頭を置くだけですな。おーおお、地面に入っちゃった。ちょっと、ウィザーさん、大丈夫ですか？ああ？なんかダメージを受けてますな。大丈夫ですか？ねえ？ウィザーさん。早く上に、ほら、登ってきなさいよ。こっちですって。上に行きなさいって。おーおー。どうしたの急に。ああ、私はこの場から動けない。ウィザーさん、大丈夫ですか？双眼鏡という名の望遠鏡。早く、ウィザーさんを確認しないと。おーおー。大丈夫ですか？あ。なんか見えなくなっちゃった。うん。戻りましょう。さようなら、ウィザーさん。あ、馬がいますな。あの馬に乗れるのか、ちょっと気になりますねー。ああ、気を抜くとすぐに奈落ですな。馬、よし。おお、乗れるんですね。ああ、振り落とされたー。馬、あ、違う違う、こんな検証がしたいわけじゃないんです。はい、土台を作ってウィザーさんを召喚してみます。おお、
また、また下に行っちゃった。こらこら、上に行きなさいって。ほらおお。どこだ？あれ？あ、まさか、馬を攻撃してる。おお、馬強いですなー。うん、ウィザーさん、あなたはあれですな。この座標では、力を発揮できないのですな。あ。ふっふっふ。困っているようですねー。それともこの枠ですかね。この攻撃力の低さ、ウィザーさんも訳がわからないのでしょうな。ねえ。にしても、馬は強い。頑張れ、馬。よし。これはジャバ版でも検証してみたいですな。ふっふっふ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。